ウスブヤートイは、ロシアプスコフ州、ウスブヤートイ地区の都市型集落である。同地区の行政の中心地であり、ウスメニコ、ウスブヤートイ湖の間に位置する。プスコフ市から南東に 320km の位置にあり、ベラルーシとの国境に近い。1939年の国勢調査では、人口は2948人で、そのうちロシア人1229人。 ベラルーシ人八百十二人、ユダヤ人六百三十六人、それ以外の人々が二百七十一人だった。九百八十九年の調査では三千六百人、二千二年には三千百四十八人、二千十年には二千八百三十九人だった。かつて、ウ薄部屋問いは、様々な名で呼ばれていた。年代記への初出は千二十一年で、キエフ大公やロズラフ一世が、 ポロック公ブリャチスラフによって二都市を失ったという記述が見られる。1225年、ウスブヤートイ付近でルーシの軍がリトアニアの軍を破った。1245年、アレクサンドルネフスキーが再びこの地でリトアニア軍を破った。その後ウスブヤートイはリトアニア大公国に併合された。これはビテプスク公の娘と結婚し、ある時期、 ウスブヤートイに住んでいたアルギルダスが遺産として相続したことによる。16世紀初めにモスクワ大公国に並行され、1548年にはポーランドに移管した。しかし1562年にポーランドリトアニア王国の支配者はウスブヤートイから追放され、1567年にイヴァン4世の命令により、城塞が建設された。 1580年、ステファン・バートリの指揮するポーランド・リトアニア共和国軍がウスブヤーチを占領した。1654年、帝政ロシアが獲得し、アンドルソボ条約によってポーランドから離脱させた。最終的には、1772年よりロシアの一部となった。18世紀末からウスブヤートイはベリジ軍の村だった。はじめは、プスコフ県。 1777年からポロック県、1796年よりベロルシア県となった。1802年からはビテプスク県ウスブヤートイザトの中心となっていた。20世紀においては、1924年にプスコフ県に移管され、1927年にレニングラード州のウスブヤート一区に、1929年にはザーパド州、1944年からは、 ベリーキエルーキ州へと移管された。そして1957年にプスコフ州の一部となり、現在に至っている。1985年に都市型集落となった。ウスブヤートイには、パン製造と木材加工の企業がある。ウスブヤートイ地区では、デ炭採掘と木材採罰が行われている。19世紀の建築様式による城山がある。城山には、 歴史郷土博物館もある。また、考古学者によって北のベネツヤと名付けられた新石器時代の集落がある。ありがとうございます。